はい、どうもこんにちは。ということで今回は久々の日常ガチマッチということで、少し前に紹介したケフネト型スルタイ VS 赤タンアグロの一戦をお届けしたいと思います。もともとはスルタイが不利と言われていたマッチアップですが、今の形であればサイド後はスルタイが有利と言われています。1マッチを通して実際の相性はどうなのかということをお届けできればなと思います。まあ、特に1試合目はね、結構熱い試合だったので、よければ最後まで観戦よろしくお願いします。それでは早速どうぞ。さあ、ということでこちら先手、やや重いハンドでありますが、土地が伸びていけば回していけるハンドではあるかなと。ただ相手がチャンドラスリーブなのが少し怖いですね。さあ、ここは赤タン対赤タンであればいやいや厳しい初手かもしれないですね。さあ、とりあえず1点通って残り19。ここは土地を引けず、まあ土地が止まったら大体負けるので、螺旋を打っていくしかないですね。さあ、土地が欲しい。 OK。 さあ、これでなんとか3マナ目は確保。お、いいですね。まあ一旦ウーロからいきますか。まあ基本的にウーロは早めに、処理をしておいた方がいいですね。さあ、3点ゲインプラスランパント。まあ暴君の嘲笑も引けたということで、次は2枚のカードを構えていくことができますね。さあ、相手は蒸気族を並べてくるからのリムロック。さあ、これですでに6点クロックを入れて残り13点と。さあ、ここは土地を引かなかったということで、まあ1回構えていくしかないですね。綺麗に6マナまで伸びればなんとかやっていけそうでありますが、さあ、ここで義賊、まあカウンターが3つ乗る前に1体倒しておきますかね。ただ盤面的にはかなりきつい状況でありますが、義賊をバウンスするか蒸気族をバウンスするかですが、まあクロックの関係で蒸気族をバウンスしていきたいかなと。おそらく相手は、ボトムに送ってくれるので2マナの確定除去として使えますね。さあ、3点入って残り10からのリムロック。さあ、ここは、ウーロを脱出させていけますね。さて、森を持ってきますか。そして墓地を追放してからのウーロ。まあ、やはり3ターン目を犠牲にしてでもウーロは出しておいた方がいいですね。まあ、これでウーロが生き残れば割とまだまだチャンスはあるかなと。さあ、ここはアナックス。さあ、そのままターンを渡してきましたね。さあ、6マナ目が引けたということで、ここは結構難しいですね。選択肢がかなりあるかなと。ニッサを出して、食らい尽くしを構えていくか、そのままハイドロイドか、もしくは戦争の犠牲を打っていくか。安定を取るのであれば、ニッサからの食らい尽くし構えが良さそうでありますが、勝ちに行くのであれば戦争の犠牲からですかね。いやー、結構難しい盤面ですね。
まあ戦争の犠牲でいきますか。アナックスと義族、そして土地を破壊。まあトークンが3体出てくるということで、まあ負け目は、返しのトーブランだけですね。ただまあすでにハンドは2枚だけということで、そこまで可能性は高くはないかなと。ここはもうどんどんと、ウーロで殴っていきたいですね。さあここはスルーして残り14まで、土地トーブランと持ってない限りは大丈夫ですね。さあナックスということでなんとかなりそうかなと。ライフは8点まで削られていきますが、まあ原因はがっつりとすることができるので大丈夫ですね。まあ今回は、余裕ができたということで、ニッサから食らいつくしを、構えていく形でいいかなと。さあプラスからまあ沼で OK ですね。から、ウーロだけ殴っていくと。まあ基本的にウーロはブロッカーとしてはそこまで強くはないので、殴れる盤面であればどんどんと殴っていった方がいいですね。これはタップインしますか。さあここはおそらくスルーしてくるかなと。さあ6点通って残り8点まで、あとはまあ食らいつくしを構えることでおそらく何が来ても大丈夫かなと。さあここはフルパン、まあこれはエンバレスを持ってそうですね。1体ブロックして、まあエンバレスをつけてきたところに食らいつくしを打っていくことで勝っていけますね。いやメイン取れたのはこれ結構でかいですね。対館は基本的にメインは結構きついので、さあここで投了と。 OK。 さあ1本目勝って2試合目、やや重たいハンドではありますが、まあ2マナ除去があるのでなんとかやっていけるかなと。さあそしてすすの儀式、まあとりあえずもう1枚黒マナを見つけていきたいですね。さてまあショックインしておきますか。上貴族はまあ2ターン目に出されるとかなり打点がでかくなってしまうので、まあ一旦増貴族を除去っていきますか。さあただ土地を引かず、次のターン黒マナが引けないと、おいいですね。まあ大体次のターンに、1回進む儀式を打っていく形になりそうですね。さあここは義族からの小頭き、これ結構義族が致命的になりますね。さあ土地が奪われていってしまったということで、ここで進む儀式を打ってないとなるとさすがにきついですね。ここはウーロを出しますかね。そして土地も引かずと。いやーこれは義族の強さが出ましたね。こうなるとさすがにダメですね。さあ8、9、
10点取って残り3。うん、これは GG ですね。いやー強かったな。さあ1勝1敗で3戦目。これさすがにマニガンですね。序盤動けないときついので、これもあんまりやりたくないハンドではありますが、まあ一応疾風があるということでギリギリのキープですね。島をボトムに送りますかね。まあ基本的に対赤タンは恋煩いの野獣が初手にないとややきつい感じありますが、うん、まあこれはドローにかけていくしかないですね。さあ1点取って19からの疾風。あー、ただ疾風2枚となると割と時間は稼げるので、ここ打ちますか。相手舞台照らしの可能性もあるので、さあこれはボトムに送っていく。いいですね。おそらく相手舞台照らしを持っていた形かなと。カロナナックス、ここはまあ迷いますが疾風打っていっていいかなと。お、これもボトム。これは結構いい流れですね。トップでもいいか。まあ、エンシンの投入で時間が稼げるということで、あとはエンバレスだけ、警戒していたらいいかなと。さあ、ここはトーブラン。まあ、疾風2枚のおかげで、なんとか耐えていけてますね。さあ、4点ゲインから、トークンも出していくと。お、もう一回トーブラン。ここは、螺旋を、打っていきますか。まあ、除去か、ハイドロイドあたりが欲しいですね。すすの儀式は、現状全く、いらないですね。相手の感じからして、おそらく結構ハンドが重たいカードだらけなので。お、これ結構ありがたいかも。エンバレス出してきそうですね。OKOK。さあ、これで、エンバレスを対処しながら、トーブランも除去っていくことができますね。これは割とありがたい。お、ここで投了と。OK。はい、ということでいかがだったでしょうか。まあ結構ね、1試合目なんかは熱かったかなと思います。今回は恋煩いの野獣が引けなかったのですが、基本的にはサイド後は野獣で時間稼ぎをして、まあエンバレスだけは注意しながらウーロだったりハイドロイドを出して勝つという感じですね。このスルタイは、20戦ほど回して赤田には4回当たっているのですが、まあ4戦だけではあるのですが、今のところ4勝0敗という形になっていますね。まあ、基本的にメインは落とすことが多いのですが、サイド後は割と有利な構成になっているので、まあ事故らなければ勝っていけるかなという感じですね。ということで今回はスルタイランプ対赤タンのガチマッチでした。まあ、環境末期ということで、診断情報が出るまではこうした形の動画が増えていくかなと思います。よければチャンネル登録と高評価の方もしていただけると、まあ、モチベーションもね上がっていくので、よかったらお願いします。それではまたね。